皆さん、こんにちは。今日はね、2020年11月1日、日曜日でございます。私はね、今ね、東急田園都市線のね、鷺沼駅に来ております。今回はね、まあ、この東急のね、鷺沼駅に隣接してあるね、鷺沼車両基地をね、見ていきたいと思います。ではね、まあ、皆さんよろしくお願いいたします。ではね、早速ね、車両基地がある方に、ね、行きたいと思います。そしてね、今ね、まあ、これね、正門ではないと思うんですけどね、さすがにこの大きさではね。まあ、車両基地の入り口、みたいなところに来ました。まあ、今回ね、まあ、私ね、これはもちろんね、私が勝手に外から見てるだけなんで、この入り口に入るとかっていうのはないんで、そういうのは関係ないんですからね。見てほしいのはこれです。これね、東京地下鉄道株式会社。まあ、つまりね、東京メトロですね。のね、鷺沼検釈って書いてるんですよ。で、まあ、これさっきね、最初のやつ見てもらったらわかる通りね、鷺沼駅とかね、あとまあ、この辺はね、もう東急の路線なんですよ。じゃあね、でもね、ここね、もう全くね、メトロの路線とか通ってないんですけどね。じゃあなぜね、こんなところにね、まあ、東京メトロの車両基地があるかっていうとね、まあ皆さんもね、まあご存知の方も多いと思うんですけどね、東急田園都市線っていうのはね、東京メトロ半蔵門線とね、直通運転をしてるんですよ。で、まあここね、もともとね、本当にね、もうこれは、東急のね、車両基地だったんですけどね、東京メトロ半蔵門線ってね、まあその沿線にね、その、車両基地を作れるようなね、公園のね、スペースがないんですよ。じゃあね、でもね、やっぱその、メトロの車両とかもいるわけですからね。じゃあ車両はどこに置いとくんだよってなるとね、まあ、考えた結果ね、まあ、東急がね、まあ、長津さんって、まあ、この間スーツさんとかが動画でやってましたけどね、っていう方に移動するから、ここはメトロが使っていいよっていう風にしてくれてね。で、まあ、ここはね、ここはね、東京メトロの車両基地となったわけです。だね、ここはね、もともとはね、まあ、東急の車両基地でね、長津さん、今の長津さん、代わりにあったようなところなんですけどね、まあ、それはね、東急が長津さん移転して、ね、ここにね、メトロの車両基地ができたというわけです。だね、今日紹介するのは、これはメトロの車両基地なんですよね。ではね、私はね、電車、まあ、ここから全く電車見えないんでね、電車が見えるところに行きたいと思います。そうでね、今ね、まあ、移動してたらね、まあ、これ駐輪場があったんですけどね、駐輪場から見えそうなんですか？入っていいよな。まあ、自転車ね、適当に今、一旦路肩に、邪魔にならない感じに置いといたんで。これ侵入、まあ、入っていいのかわかんないけど、大丈夫だな。多分大丈夫ですよね。お、まあ、こっから見るとこんな感じですよ。お。違うか、わ、びっくりした。今ね、今ね、このアップで映してる車両がね、半蔵門線の新型車両に見えたんですよね。18000系ってやつね。あれ見えたけど、あれね、ただの元々いるやつでした。あれちなみにね、0、6だかなんかそんな感じじゃなかったっけ。まあ覚えてませんけどね。まあ、こっからはね、まあこんな感じですね。ではね、戻りたいと思います。そして、ね、私ね、今まではね、線路を挟んで、ね、向こう側をね、ちょっと散策してたんですけどね、私今回ね、ちょっとこっちに来てみました。で、まあ、これ手前にある線路がね、田園都市線のね、本線で、ね、まあ、向こうに、ね、車両基地がね、まあ、こう広がってる感じです。向こうに車両いっぱいいるけどね、なんか、新型車両のね、18000系はいなさそうだな。だから7000系だってるような、半蔵門線で一番古いやつ。7000系とかね、あとまあ、7000系とかいるのは見えるんですけどね。
なんか、どう、こっから見た限りね、新型車両はいなさそうですね。お、そしてね、本線の列車が来ましたよ。あれは大渕線の車両かな？これは大井町線の9000系になってんのかな？私東急では全然知らないんで、ね、合ってるかどうかわかりませんけどね。あれですね。でも、ここに、手前にもね、ここにもね、なんかあれ、大井町線の、これ多分ね、まあ、これから運用につくやつだと思うんですけどね。まあ、止まってるんですけどね。これのせいで見えないな、と。もっと近づいてみたいんですけどね。見えないな。動かないのかな？どうしようかな？私、この後ね、ちょっとどうしようかなって今悩んでてね。この間電車やってそっからね、ちょっと見てみようかな。どうしようかな。いや、まあいいや、とりあえずちょっと行ってみたい。とりあえず一旦ね、鷺沼駅に戻ってみたいと思います。そしてね、私はね、今一旦ね、鷺沼駅にね、戻ってきたんですけどね、後ね、私考えたんですけどね、やっぱりね、あれ、まあ、こっからね、あれ、田園都市線にね、一駅乗車してね、お隣のね、宮古屋台っていう駅までね、行こうと思います。っていうのもね、やっぱね、さっきの場所だったらね、電車の中から見た方がね、まだ見えたりするんじゃないかなと思ったからね、まあ、そうしようと思ったわけです。ではね、まあ、早速、今から改札内に入っていきたいと思います。ではね、私はね、まずね、まあ、私この体の中はね、上り線、上り列車なんですけどね、まずね、あれ、まあね、ホームはね、車両基地に近い方のホームはね、下りのホームなんですよ。だからね、まず一回ね、この1、2番線、だからね、中央林間方面のね、下りホームに行ってね、で、まあそっからね、ちょっとね、半蔵門線の車両、写真を撮ってからね、列車には乗りたいと思います。ではね、まあ、ここ、1番線のホーム、1、2番線のね、まあ、このホームからね、車両基地が見えるところに来たんでね、まあ、こんな感じです。これ東急のね、7000系って言ってたっけ、8000系か。まあ、こんな感じです。まあね、ここね、まあ、こんな感じにね、東急のね、車両基地なのにね、東京メトロの車両基地があるっていうのはね、やっぱ違和感しか感じないですよね。お、向こうにね、発車していくのはね、東急のね、8000何系だっけ？あ、ちょ、車番見えないな。8500だか8050、8050だった気がするな。8050系です。まあでもね、こっから見た感じはね、こんな感じです。逆に言えばね、こっからはね、意外とね、これぐらいしか見えませんね。ではね、私はね、あれ、まあ、普通にね、3、4番線ホームに行ってね、あれ、まあそっからね、電車に乗ってね、宮前平だっけ？お隣の駅。そこに行ってね、まぁ、ちょっと全面展望をしながらね、ちょっと車両基地を見てみたいと思います。ではね、3番線にね、私が乗る列車がやってくるようなので、ね、まぁ、この列車に乗ってね、あれ、お隣、宮前平駅までね、行きたいと思います。お、やってきたのはね、田園都市線の最新型車両、2020系です。ラッキー、まあ、この2020系って結構前出てたんですけどね、私乗ったことがないんで、ね、まあ、結構運が良かったですね。では、この列車に乗っていきたいと思います。ではね、列車はね、鷺沼駅を発車いたします。では、まあ、これ全面展望でね、鷺沼車両基地をね、見ていきたいと思います。今これ通路を再生してるんですけどね。これね、左側ね、見えてきましたよ。左側はね、東急の車両しか止まってませんね。
あ、まあ、これ一応、東京メトロの車両基地なんですかね。左側にはね、まあ、これ、ちょっと、画質が悪くて、ね、皆さんも分かりにくいと思うんでね、ほんとそれは申し訳ないんですけどね。まあ、8050系とかね、あと、大井町線の6000系とかね。あ、でもこれ8050系かな。9000系かもな、これどっちだろう。まあ、この2つのどっちかかね。あとね、あ、でも、それだけかな。5000系とか止まってないのかな、デート線の。なさそうだな、ちょっと、それは。まあ、そんな感じのね、車両が止まっております。ちなみにね、右側の方はね、まあ、帰りにね、方面展望するんでね、そちらでね、お見せしたいと思います。まあ、こんな感じですね。ではね、まあ、お隣のね、宮前台まではもう少し。ではね、私は乗っていきたいと思います。そしてね、私はね、宮前平駅にね、やってきました。でね、これ、もう私今からね、またね、今度はね、光面展望でね、またサビまでね、車両基地を見ようと思うんですけどね、正直ね、私思ったのがね、宮前平駅、これすごいですね。まあ、これ何がすごいかっていうとね、あれ、これね、ホームドアとね、まあ、この線路っていうかね、そのホームの端のね、までがね、こう開いてるんですよ。で、まあ、これね、新幹線とかってね、よく見られるんですよ。新幹線とかってね、もう200キロとか300キロとかでね、バーってとぶっ飛ばしていくんでね、まあ、これがね、普通の在来線みたいにね、ホームドアがね、ホームの端のギリギリにあったらね、まあ、ちょっと危ないんでね、ギリギリのところにいたらね、まあ、こんな感じに使われてるんですけどね、在来線はね、なかなかね、こういうの見ないんでね、これすごいな、ちょっと正直感動しましたね。ではね、私は行きたいと思います。ではね、私はね、まあ、これ反対の方に来たんですけどね、まあ、今ね、ちょうどね、メトロのね、8000系が来たんでね、この列車に乗ってね、先沼までね、戻りたいと思います。そしてね、まあ、これもう少しでね、多分また車両基地が見えてくるんだ、行くと思うんで、今度は半蔵門線の車両がいっぱい止まってね、右側をね、見たいと思います。向こうにはね、さっき見たね、東京の車両が止まってる場所。そしてね、こっちですよ。まあ、半蔵門線の車両はね、こんな車両が止まっております。まあ、8000系とかね、あとま、これ、0何系か忘れましたけどね、車両とかがね、止まっています。あれはいないな、18000系は。新型車両いないわ。まあこれね、また長津田とかに行ってるとかっていうのがない限りはね。あ、まあ長津田とかの方にいるのかな、もしかしたら。まあでも、多分ね、まあこの先沼にいるような気がするんでね。多分中の方に入っちゃってるんでしょうね、ここ。多分ね。外には出てないわ、これ。いやー、残念だな。せっかく来たんでね、まあこれ見たかったですね。ほんと見てる。おー、新型車両すごいかっこいいとかって、ね、ほんと言いたかったんですけどね。こればっかりは仕方がないわ、でも。やっぱこれしか止まってないよな。あー、そしてもう、さっき止まってた車両が、手前、駅の隣に止まってた車両が見えてきちゃったから、もう終わりだわ。まあ、こんな感じですね。そして、ね、列車はね、まあ、もう少しでね、詐欺沼駅にね、到着いたします。そして列車は鷺沼駅に到着いたします。そしてね、私はね、鷺沼駅に到着いたしました。いや、ではね、まあ、今からね、まあ、とりあえずね、じゃあまず一旦ね、外に出ちゃいたいと思います。駅の外にね。そしてね、私はね、改札の外に出てきました。でね、まあ、この後なんですけどね、もうね、電車に乗りに行く前にね、この先の駅のね、外から、見える車両基地の場所はね、もう多分全部見たと思うんでね、
もうね、車両基地を回るのはね、LINE したいと思います。今、最後にね、今回の感想を言うんですけどね、私もね、今回ね、一番思ったのはね、先沼の白吉ってね、これ、最初に見た通りね、これは正真正銘、密度の、白吉なんですけどね、結構ね、東京の車両を乗りましたね。やっぱね、乗り先のね、鉄道のね、車両とかっていうのに、ね、結構ね、車両基地にいたりするんでね、ね、いろんなのも予想つきましたけどね、結構な数いたしね、あとね、大町線の車両とかもいたんでね、ちょっとそこがね、驚きでしたね。ではね、この動画はね、この辺までしたいと思います。でね、皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、共有、どんどんお願いいたします。ではね、動画はここまでしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。で、これね、最後にね、おまけなんですけどね、これ、鷺沼駅のね、中央林間側のね、端ってね、端はね、ちょっと先にね、こんな感じにね、トンネルがあるんですよ。で、ここがね、結構ね、田園都市線で、有名なね、撮影ポイントとなってるんですけどね。今回ね、せっかくね、さっきこれ、田園都市線乗ったんで、ね、これさっき乗った時にね、さっき、乗ってきた、最後乗ったね、半蔵門線の線形をね、見送った後にね、ここに来てね、ちょっと写真っていうかね、動画を撮影したんでね、最後にね、それを皆さんに見せてね、動画を終わりたいと思います。で、これね、やってきた時に、今の5000系がやってきた時にね、ちょうどね、私が今立ってるホームのね、にもね、列車が来たところでね、私黄色い線の内側を撮ってたからね、大丈夫なんですけどね、ちょっと怖かったんでね、後ろとかも気にしながらやったんでね、ちょっとカメラがね、結構揺れてしまってたんですけどね、それは本当申し訳ないんですけどね、こんな感じです。今回私ね、これデジカメで撮影したんでね、画質も悪いしね、そんな望遠とかも効かないんでね、こんなホームドアがね、とかね、あとその、いろいろ標識とかがね、ちょ、入っちゃってたりしてね、あんまりね、鉄道写真としてはね、いい写真にはなんなかったんですけどね、ここでね、望遠レンズとかね、そういうもっとね、いいカメラを使ったらね、結構うまく撮れんじゃないですか？撮れんじゃないですかっていうか、現にこれが、撮影ポイントだなっていうぐらいですから、うまく撮れるんでしょうけどね。ではね、本当にこの動画はね、ここまでにしたいと思います。皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。